さあどうも皆さん、朝栗炎上事件進捗がございました。日本大学に席を置いておられます現在准教授のトーマス・ロックリーさん、なんと解雇を求める署名運動が始まっておりまして、とにかくとんでもないことになっていると、批判殺到していると。言論の自由に対する挑戦、キャンセルカルチャーはあかんと、まあそういったところで相当な波紋呼んでおりますが、例の安家のね事件であったり、まあことの発端としましては朝栗シャドウズ、まあこちらゲームに該当しますが、まあこちらが発端となっておりますけど、まあそこから派生してね、トーマス・ロックリーさん、こちら元ネタと呼ばれておりまして、今回朝栗シャドウズの元ネタが、このトーマス・ロックリーさんが著書として書いておられました。まあ、出版されておりました。安家と信長だっけ？はい。まあ、そういったね、本があるわけなんですが。で、そちらについてかなり問題が多く。で、かつ、まあ、トーマス・ロックリーさんの裏側の人間関係ですかね。まあ、そういったところも暴かれ出しておりまして。まあ、なかなかね、闇深い状況となっています。で、結果として、この著書問題があるっていう点であったり、まあ、トーマス・ロックリーさんの言動であったり、まあ、そういったところに批判が集まって、結果として、この方はね、もう非常に危険だと、いったお話となっておりまして、結果として解雇署名がね、始まってしまったと、まあ、そのような運びとなります。まあ一方でこれに対して明らかにそれはやりすぎじゃないかとか、いや、ここまではやらなくていいだろうっていうような意見であったり、まあ逆にトーマス・ロックリーさんが正しいじゃないか、我々は明確に反対をするみたいな、そういったことをですね、表明されている著名人の方とかもいたりとか、で、こちらがですね、結構びっくりすることに、著名人の方割とね、トーマス・ロックリーさんの味方の方多いんですよ。そう。かなり多いよね。まあ、あれもあれでびっくりしたんですが、ね。割とね、まあ、そういった著名人の方からは支持を受けておりますが、ただ一般層からはかなり批判の声がね、飛び交っておりますので、まあ、そもそもこのまま日大で働くっていうのは、まあ、いろいろな意味であまり現実的ではないのかなと思いました。まあ結果としまして、そこについた日大側がどう判断するのか、そしてトーマス・ロックリーさんがまあどう判断するのか、まあ少なくともこのままね、教え続けるっていうのはかなり難しいんじゃないかな。かといって、他に仕事何するのっていう話だから、本当になんかいろいろな意味で難しいんじゃないかなと思います。はい。まあそういった状況となってますね。まあ例の安家論が発展し、いよいよロックリー教授に、対する、まあ、解雇運動、解雇署名運動なるものが始まりましたといったところなんですが、まあロックリーの解雇は論外だが、彼の本にも論文にも多くの虚偽が含まれている。これは研究不正の疑いがある。日本大学は彼の本や論文を検証すべきだっていうことで、まあ解雇は解雇でまた別件だけど、まあそもそもの問題として解雇以前に研究不正の疑いがあるので、まあそこのところの検証であったりとか、そこについては別途ね、進めていかないといけないんじゃないかと池田さんがおっしゃっております。トーマス・ロックリー、解雇署名は明らかな弾圧なので絶対にダメ、その署名の存在自体認めてはならないとか、まあそういったことが言われていたりで、比較的賛同者も多かったりするんですよね。まあこれはポリコレ関連なのか、何なのか、フェミ団体なのか分かりませんけど、やっぱりそこら辺の類の方とか、そこと絡みがある方は、トーマス・ロックリーさんにご賛同されていると、そういった傾向がとても強くなっております。また日本大学にトーマス・ロックリーを解雇するよう求める署名、ああ、とうとうこんなもんが始まってしまった。まあここにつきましては、まあ容易に想像がつきましたよね。もうこれは今後左右のキャンセル合戦になることが確定したようなもんだな。まあどうなんだろうな、ここについては。まずはトーマス・ロックリーさん喋らせる。まあ確かにね、まあなぜこのような経緯になったのかっていうところの、まあ記者会見であったりとか、あとまあ世間への、まあ、弁解であったりとか、まあその裁判とかもそうなんだけどさ、なんか一方的にこれダメじゃんって突きつけて、もう君有罪ですっていうわけにはならないかと思いますので、まあどういった理由があれね、
まずはそのトーマス・ロックリーさんが、まあ、どのような考えでこのような、著書をね執筆するにあたったのかっていうところであったり、でこれは本当なのかどうなのかっていうところ、まあ要するに出来心で書いたのか、まあ、それとも、まあ、日本を陥れようと思って作ったのか書いたのか、まあ、そういったところも含めて、まあ、しっかりと明確に明らかとする必要があるかと思っていて、であとその黒人の、支援団体とか、あと難民の支援団体とか、まあフェミ団体とか、あとその裏側の NPO 法人とか、まあ様々なところと関わりがあり、でなんとねそこの NPO 法人のイベントにも出席されていて、でなおかつコメントも残されていて、まあそこに対する記事とかもネットで出回っていたりとか、まあ別にそれがね悪いっていうわけじゃないんだけど、まあやっぱりそことの関わりってとても今回の著書強いんじゃないかといったことも指摘されておりますし、でこの著書のね中身っていうのが、まあいろいろね問題はあるんですが、ただねこの安家とは別件で黒人の奴隷制度なるものを日本を発端として作ったんじゃないかみたいな、大名が権威を示すために黒人の奴隷制度なるものを用いていたみたいな、そのような表現記載がありまして、これをなんとね日本の歴史である史実である、そういったいうふうにね、打ち出していたっていう側面もございますので、まあ、これっていうのがいわゆる、ね、難民支援団体とかポリコレの引き金になってるんじゃないかっていう、そういったお話もありますので、まあ、そこのね疑惑であったりとか本当のところどうなのかっていうところも、まあ、やっぱり弁解するべきではないかなと思いました。まあ、実際そこのところどうなのかなと気になっている方もおりますし、まあ、やっぱり個人的にもね、ここってどうなんだろうとも思っておりますので、はい。まあ、そんな状況でございます。まあ、そもそもね、トーマス・ロックリーさんが今回について、まあ、完全に逃亡されておりますので、まあ結局ここのところってどうだったのかってところが全くわからない状況で、ただ時間だけが過ぎていくっていう状況なんですよ。でまあ様々な進展がねこういった形で見られておりますが、ただその事件の根本的なところ、じゃあトーマス・ロックリーさんって今後どうなるのっていうところとかはね、今まだ全く触れられていないわからない状況、クリアな状況ですので、やっぱり自身の身体であったりとか、まあ著書のね、まあ、方向性であったりとか、そういったところについては別途ね語るべきかなと思います。はい、まあくまでこれも個人的な見解ですので、参考程度に受け取ってください。ただまあ本当にひどい話ではあるので、まあやっぱりしっかりとね、ここのところはトーマス・ロックリーさん別途ねしっかりと喋る必要がある、お話しする必要があるのかなと思いました。まあ一方でこの署名は信じがたいっていうね意見とかも結構出ておりまして、まあこれがね6000件近くのいいねもついていたりとかで、まあやっぱりね、なんだろう、まあ言論の自由であったりとか表現の自由っていうところを盾にして、まあそもそもですねおかしくないかみたいな、まあ確かにトーマス・ロックリーさんの言ってることはおかしいけど悪いかもしんないけど、ただまあ言論の自由とか表現の自由、まあ、日本に住んでおりますので、まあ、そこも認められるべきだと。なので、まあ、そのような表現をしていても別にそれってトーマス・ロックリーさんの自由じゃないか、まあ、確かに日本人からすると胸くそ悪い話かもしれないけど、ただそういった意見などもあるって尊重しなければいけないんじゃないか、逆にトーマス・ロックリーさんがこのタイミングで裁かれるとなると、まあ、そもそもさ表現の自由、言論の自由が侵されてしまうので非常に問題だと、まあ、それこそ憲法をね侵害していると、そのような話にまでつながっておりまして、まあ、非常にですね断固反対であるトーマス・ロックリー応援するみたいな、そういった声もネット上でかなり高まってますね。まあ言論の自由みたいなところをねしっかりとね、ピックアップして用いてる方もおりまして、まあ、かなりの人数の方がねトーマス・ロックリーさん支持されてるんですよね。なんかそのネット上だとめっちゃ叩かれてるってイメージが強いかもしれませんが、案外そういうわけでもなく、著名人を中心にトーマス・ロックリー支持派みたいなものが結構ね有力視今されておりまして、でネット上で団結してるのも実はねトーマス・ロックリー擁護派みたいなところがあるので、まあ、このまま行くとね下手するとなんか逆転負けみたいな、逆転負けっていうのは最終的にはトーマス・ロックリーさん
特にその音がめなく、でトーマス・ロックデさん結果として悪くなかったよね。まあ確かに一部悪いところはあるけど、まあ情状酌量の余地はあるみたいな、そういった流れでね話が終了してしまう恐れもあるので、まあ、非常に今危険性が高い状況なのかなとは思っています。まあなかなか有識事態ではあるよね。まあネット上 X 上の意見とか見てると、まあ、すごい団結力があるので、トーマス・ロックリーさん洋画派の方が、まあこういったね解雇を求める署名運動が行われたとしても、逆に、解雇をするなみたいな署名運動も開始される恐れがあったりとかで、ここの署名運動についてかなり抗議のね話がやってきてるみたいなので、まあそういったところを考えると、まあ容易にね日大も解雇することもできないし、まあ非常にね難しいと。でかつまあポリコレ団体とか、そういったフェミ団体とかも敵に回すことになってしまいますので、まあ奴らを敵に回すと非常に面倒くさいといった側面もございますから、まあこれはねだんまりを決め込む可能性もあるのかなと思いました。まあ単純に巻き込まれたくないっていうところでしょうね。で、あとまあトーマス・ロックリーさんともね、やはり関わりがあるかと思いますので、まあそんな簡単にトカゲの尻尾切りはしないみたいな。まあ未だにね、トカゲの尻尾切りはしてませんから、まあするんであればとっくにしてるだろうしね。はい。まあそういった状況です。では今日の動画一旦終わりましょうか。以上を、共有でした。ではまた。